皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回は皆さんにお一つお知らせがあります。私ひろげ、玩具レビューをしたいと思います。唐突に申し訳ないんですけど、先ほど言った通り、私ひろげは玩具レビューをやろうと思います。玩具レビューをするきっかけとなった、ちょっと経緯についてお話ししたいと思います。そもそも結論言いますと、もう家にあるレゴが、ほぼなくなりました。一応ね、あるっちゃあるんですけど、ほとんどが結構撮影に時間かかるものだったり、ある程度の下準備をしないと動画にできないものもあったり、結構時間がかかったりして、それが原因で動画を休んだ時もありました。で、ちょっとさすがにこれはもったいないということもあって、僕は変形合体するロボが大好きなので、せっかく結構マニアックな知識とかもいっぱいありますので、それをちょっと語りたいなって思いまして、玩具レビューをすることになりました。ちなみにレゴについては、もう個人的に欲しいと思ったものしか買わないようにして、どうしてもこれ作ってくれっていうのであれば、ちょっとリクエストに応えてみようかなという形でやっていこうと思います。で、玩具レビューなんですけど、基本的にスーパー戦隊の変形合体ロボを中心にやろうと思います。僕の家には古いスーパー戦隊のロボがいっぱいありますので、それを中心に今放送されているキングオージャーもレビューしようかなって思っております。玩具レビューとレゴについては週に1本以上は出します。もしかしたら全部レゴで埋まったり、玩具レビューで埋まることもあるんですけど、基本的に言えば1本以上は出そうかなって思っております。で、第1回目については今放送されている王様戦隊キングオージャーのデラックスキングオージャーからやろうと思ったんですけど、実はキングオージャーまだ届いてなくてキングオージャーとゴッドカブトはアマゾンで買って、ゴッドホッパーとゴッドスコーピオンとスネールガトリングとローリングハンマーは地元のヤマダ電機で買いました。肝心なキングオージャーなんかないままこの動画撮ることになったんですけど、キングオージャーについては届いたらレビューしたいと思っております。はい、ということで本日の動画は、私ひろげは玩具レビュー動画を出すという動画でした。僕の家にある戦隊ロボって結構限られてるものもあるんですけど、リクエストとかあればそのリクエスト中心に出そうかなって思っております。はい、ということで引き続き私ひろげの応援をどうぞよろしくお願いします。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。